はい、じゃあ行きましょう。 A リーグ最後の試合となります。里中海、牧瀬ジョニー、朝神ですね。ごめんなさい、出てこなかったっす。朝神エリーチーム、対しまして、FAB パソルキン、小野秀、シャバダバーファースト、岸高セロチーム。先鋒戦。さあ、重要上げされてしまうのか、重いですよ。はい、行きましょう。3分目。個性を下ろしたら終了です。さあ今度ね、部活最高ギルティ大会やろうと思ってたんですけども、そうなってしまうとお師匠さん一人だけ何でしたっけ、ウェイトリフティングでしたっけ、なってしまうんじゃないか説があります。そしてバドミントンはマンプ一人という。さあまず重い、なんだっけ、重いコンボが入って画面走り。さあね、先週までかなり、やる気を出していたアインさんですが、数は130試合こなして、ジョニー戦主にこなしていましたね。全然ポジョノキンノーマークだったみたいですが、この試合どうなるでしょうか。さあ、お城さんは数こなせなくても、何十連勝とかいつもしてるんで、まあ、自動的に100試合やってるんじゃないですかね。そんなやってないかもね。さあ、バシャボーさんの教えを胸に秘めて頑張りたいぞ。足払いからチャージを重ねて、スラッシュバックは怖いですが、ネガピン、はい、拾って、さよなら。一本選手、FOB ポジション編。サメウヒト、ここが捉えた。落として、さあ、前返し。空中チャージ。リッパーが刺さる。そしていつもの天罰から足払い S スタン、ハンマーブレーキで近づいて、さあどうなる、エンゲスマイピー対決、ここがガードが守る。うわー、しかしここチャージ青木が落ちた。球体が残って、あの現象すごいかっこいいですね。リッパーぶっぱさんとか結構ね、チャージ青とかすごいかっこよかったんですよ。ラストダメ、なんか当たった、でかすぎるポジョムに。今のかわいそうだね、何したんだろう。さあ投げプレー入りました。すいませんでした、マジで飛んできましたねいやいやと言うても。さあしかしこの開幕ラストはお師匠さんの心をスタボロにしたに違いないうわビビったみたいな、つい外出してしまったみたいな感じになってる可能性が高いです。チャンスから足はいい、大きな感じでピーピーピーバースト対策。そして下の方で当てて、わざと読んでいたような動きをしていたが読んでいない。そしてどうなる、さあ引きこもる、高校からは引きこもり、引きこもりじゃない、帰宅がごめんなさい、引きこもりじゃない、放送事故今、アイさんごめんなさい。さあおぎゃーん、後半からバースト対策ね、持ってくれました、得意の持ち上げからの落としてからの、さあもうワンセット、はい、青木ギャン入れ込み、はい、終了しました。あー今勝てんか。さあ